日本関東地方神奈川県横浜市青葉区さつきが、岡さつきが、岡は、神奈川県横浜市青葉区の地名。町名の設定のない単独町名である。住居表示未実区域。神奈川県横浜市青葉区の青葉台に近く、横浜環状4号のすぐ東側に、また、東名高速道路沿線、広北パーキングエリア近くに広がる町域である。最寄り駅は、 東急田園都市線青葉台駅、JR 横浜線の10日、市場駅である。都心までは、青葉台駅から、田園都市線で約40分。かつては、丘と雑木林だけの農村地区だったが、東急グループ主導の多摩、田園都市開発構想によって、当時の鉄道新線沿線のニュータウン化が計画され、1960年代後半からは、開墾が進み、 都心方面への通勤者のベッドタウンとして宅地化が進んだ。隣接するつつじが丘、白鳥台と比べると、駅からやや離れていたためか宅地化の波が遅れ気味で、1980年代末まで南部には田園風景が広がっていた。現在、町域内には宅地やマンションのほか横浜市立さつきが丘小学校と介護福祉士を要請する。 横浜国際福祉専門学校がある。宅地化が進んだ中、神奈川県道、東京都道140号川崎町田線を挟んで、オン、田川沿いの地区には、今も歓声な田園風景が、わずかに存在し、のどかな風情も残している。この地域一体の開発計画を立てる際、美しく静かな住宅地のイメージを表すように、植物名を関して統一するように計画されたため、 隣接区域の梅ヶ丘、筒子が丘に対応して名付けたられた。典型的な随所地名。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。